東北大学の、小野でございます。本日はですね、ナノテクノロジーによる高機能マイクロシステムと題しましてですね、お話しさせていただこうと思います。研究室ではですね、ナノテクノロジー、つまり超微細加工技術を基盤としたマイクロナノ機械システムの研究を行っております。これらが、方々が研究室のメンバーです。研究室はですね、ナノテクノロジーやマイクロシステムといったものを基盤として、IT、医療、エネルギー、環境、ナノサイエンス、こういったもののためのマイクロシステムの開発を行っています。小型でありながら従来にない機械システムの実現を目指しています。我々の研究室ではですね、こういった集積化微細加工技術、では材料デバイス技術、ナノテクノロジーの技術、こういうものを持っていますので、これらを融合して、ナノサイエンスであったり、バイオ医療、エレクトロニクス、それからエネルギー環境、こういったことをに役立つ、要は小さな機械を開発しているということところです。じゃあ現在ですね、物と情報が融合した、そういう新しい、世の中になりつつありまして、そういう世界ではですね、物理世界の情報をサイバー空間に送って、新しいサービスを生み出す。こういうことが現在盛んに行われているわけです。で、この物理空間における情報を取り出すセンサー、これを、インターネットオブシームスのセンサーなどと呼んでおりますが、研究室では、こういったセンサーであったり、そのシステムを研究開発しているわけです。で、例えば、そういったシステムの一例でございますけれども、ボディエリアネットワークといいまして、センサーをですね、体に、複数のいろんなセンサーを体に取り付けて、そのセンサーの情報をもとに健康管理を行う。で、このセンサーの情報っていうのはですね、これをサイバー空間に送ってですね、そこで例えば人工知能がそのデータ処理をして、人の健康状態を判断するわけです。で、こういったためには当然ですね、非常に小型で小さなセンサーも必要になりますし、あるいはセンサーにエネルギーを供給するための電源ですね。で、後でお話しますが、我々はですね、熱、体の熱を使って発電するようなそういう電源、エネルギーハーベスターとも呼んでいますが、こういったものを開発しています。本日の話はですね、これは一例でございましたが、ナノテクノロジー、超精密加工技術とも呼ばれますし、あるいはそういうナノ材料を利用したですね、先端技術と考えていただいても結構です。そういうものを利用してですね、例えばナノ機械構造を作って、非常に高感度のセンサーを実現したりですね、あるいは、ナノ熱構造では熱伝導率を制御して新たな機能、あるいは高性能化を実現したり、あるいはナノ流体で、これはですね、非常に小さな流れ、を制御することによって、例えば本日はですね、熱電気変換を実現したり、あるいはナノ電気化学構造と記載してますが、例えば電気を蓄える
キャパシターですね、まあ、そういうものの表面積を増大させることによって性能を上げようと。それからあるいはですね、まあ、これまで難しかったそういうプロセス技術を使って例えばスマート材料を堆積して、従来にない、薄膜でありながら高性能のこのアクチュエーターを実現すると。あるいは非常に高感度な熱量センサーを開発し、それによって、まあ、これまでに測れなかったような例えばバイオセンサー、こういうものに応用しようと、まあ、こういったですね、まあ、研究の一端をですね今日はお話しします。まあ、少し、広い分野にまたがっていますので少し話が発散しているかもしれませんが、まあ、ご容赦ください。それではですねまず、最初の例でございますが、ナノ電気機械、ナノ振動子というものをこれまで、開発してきました。で、ナノスケールっていうのはですね、10のマイナス9乗メートル、まあ、髪の毛の太さが、まあ、100マイクロメートルありまして、それの10万分の1ぐらいの大きさだと思ってください。まあ、小さすぎてよくわからないというイメージできないかもしれないんですが、まあ、とにかく目に見えないぐらい小さい世界だと思ってください。で、こういった世界ではですね、実は熱ゆらぎが、いろんな事象に関与してくると、そういう世界でありまして、まあ、逆に言うとですね、うまく熱ゆらぎの影響を抑えることによって、非常に高感度なセンサーが実現できるということがこれまで分かっています。で、こういった振動体を使うとですね、例えば非常に柔らかいフレキシブルな構造ができますので、ほんのちょっとした力を加えただけで、まあ、振動したり、歪んだりと、そういう特性をうまく利用することによって、高感度の力センサーであったり、あるいは、まあ、質量センサー、化学センサー、バイオセンサー、あるいは、そういう量子を操るような、まあ、電気機械、こういうものが実現できるわけです。で、我々これまでにもですね、こういったシリコンからなるナノ振動子であったり、あるいは、これ直径7ナノメートルぐらいのですね、非常に細いカーボンナノチューブからなる機械構造、まあ、こういうものを開発してきたわけです。じゃあ、これらが何に使えるかという、ちょっと一例をこう紹介しますが、これはシリコンの先端にですね、シリコンナノ再生の先端に、磁性体を、まあ、つけたものでございますが、これはつまりですね、磁気力を感じると、この機械構造が振動したりですね、するわけです。で、その変異から非常に微量の、まあ、磁気の状態を知ることができるわけです。例えばこれを利用しますと、例えばスピンですね。スピンとかラジカル。スピンやラジカルは、いわば小さな磁石みたいなものでございまして、まあ、その小さな磁石と、このシリコンの先端につけた磁石との間の相互作用によって、まあ、機械振動が変化するのを検出する。まあ、それによってですね、ミクロな世界の状態が見えるというわけです。で、これは実際にですね、非常に小さな微粒子の中にあるラジカル。まあ、ラジカルっていうのは、まあ、電子、スピンだと思ってください。まあ、それと、この磁石の間の相互作用で、このラジカルの密度を、まあ、3次元のイメージですね、で検出したものです。まあ、こういうふうにですね、小さな世界の、まあ、物質の分布を、まあ、3次元でイメージもできる、
ことからですね、例えば将来はですね、生体内の有害物質などを検出する、そういうバイオセンサーに使えると考えておりまして、そういうものを目指して我々は開発を続けています。それから機械だけではなくてですね、非常に高感度な熱量センサーを利用することによって新しいバイオセンサーが実現できます。で、原理はどういうものかというと、例えば検出したい検体がありまして、それにですね、酵素、ある特定の反応を、誘起するそういう酵素を固定しておきます。そうすると特定の物質が来た時に酵素反応が起き、物質がですね酸化したりあるいは分解したり反応生成物ができるわけです。でこの過程で、発熱もしくは吸熱が起きまして、その時の温度変化を測ることによって、この検体の量を測ることができるんです。こういうのをカロリメトリックバイオセンサーと呼んでいます。で、酵素による反応っていうのは非常に選択的でありまして、特定の生体物質だけを検出できるそういう特徴があります。それからですね、直接検体を測定することが可能でありまして、これまでですと何か前処理が必要だったりすることが多かったんですが、そういうことが必要ないということです。で一方ですね、こういったセンサーはこれまで感度が問題でありました。で我々はですね、高感度の熱量センサーを開発することによってですね、こういったカロリメトリックのバイオセンサーを実現したいというふうに考えています。これは実際に開発したセンサーの一例でございます。これが非常に小さな素子になってございますが、素子にですね、液体が流れる流動が作り込んであります。でここ一部拡大しますとこういうふうになってまして、流動、分岐した流動の一部にですね、これはバナジウムオキサイドと呼ばれる物質からなる抵抗体が形成してあります。でこの抵抗体の表面に、酵素を固定することによって、酵素反応をこの抵抗体が検出できるように作ってあります。でこの抵抗体はですね、わずかに温度が変化するだけで温度が抵抗が変わりますので、その抵抗変化から微量のですね熱量を検出できるとそういう仕組みになっています。で、これは実際に測定した例でございますが、グルコースつまり血糖の成分ですねを検出した例です。でこの時はですね、グルコースオキシダーゼという酵素をこのセンサーの上に固定しておきます。でグルコースがやってきますと、グルコースが酸化されて、その時の熱の量によって、グルコースの濃度が分かるというわけです。これは一例でございますが、従来測定が困難だった生体物質などにもこの手法が適用できるようになりまして、新しいバイオセンサーへの応用が、期待されているわけです。それからセンサー以外にですね、重要な要素として、センサーに電源を供給するためのこの非常に小型の発電装置というものが必要になります。で、先ほども言いましたが、我々は体に貼るセンサーにエネルギーを供給するためにこの熱電発電というのを開発しています。で特にですね、室温でも
温度差を与えると発電すると。それから、まあ、将来たくさん必要になるだろうということで、量産できるようなそういうプロセス、製造技術を使って、まあ、開発していると。それから、ただこの温度差発電の場合はですね、常に温度差が存在するわけではありませんので、電気エネルギーを一時的に、蓄えるこういう、まあ、蓄電装置も必要になります。まあ、こういうのも合わせてですね、後の方で少し紹介しますが、開発しているわけです。で、例えばこれちょっと古いデータでありますが、機器に、が動作するのに必要なパワーっていうのは、例えば腕時計でありますとマイクロワットレベルですし、それから RFIC タグだと100マイクロワット。で、消費電力の CPU ですとミリワット。で、まあ、携帯電話だと50ミリワットとかですね。まあ、そのぐらいのエネルギーを食うと必要だと言われています。で、現在ですね、エレクトロニクスの、こう、低消費電力化っていうのがものすごいスピードで進んでまして、まあ、従来はちょっと難しかったようなことでも、こういった、まあ、環境エネルギーを使うことによって、十分、こう、こういった小さな機器をですね、動かすことが可能になりつつあります。まあ、それについても一例を後ほど紹介します。さて、それでは熱伝送子を小型集積化するにおいてですね、少しですね、その基本特性について紹介しておきます。熱伝送子というのは、電子を多く含んだ N 型材料と、それから、まあ、プラス放電荷を持っている正孔を多く含んだ P 型材料、このペアをですね、直列に並べて、まあ、それでこのような形で電極を取ったものです。で、片側を加熱しますとですね、こういった電荷がですね、高温側から低温側に流れまして、それによって発電が起きるというわけです。それではこういった熱伝送子の性能を示す、まあ、物理的なパラメータが何があるかといいますと、一つは、ゼーベック係数といいまして、温度差を与えたときにどのぐらいの電圧が発生するか。この比をゼーベック係数といいます。それから、まあ、トータルな性能を表す値として、性能指数 ZT というのを知られてまして、これはこのゼーベック係数と、それから電気の伝わりやすさを示す電気伝導度、それから熱の伝わりやすさを示す熱伝導率、それから温度、まあ、こういった値から見ています。この性能指数が大きければ大きいほど、熱伝送子の性能が高いということでして、この ZT の値で発電効率が決まります。それで、例えば ZT が1だとですね、発電効率としては 10% ぐらいが得られるというわけです。で、小型量産化高性能の熱伝送子を開発するために、まあ、我々はですね、この、後で説明しますが、熱伝導率をですね、うんと悪くするという方向で、こういうプロセス技術を開発しております。まあ、熱伝膜をつける手法というのはたくさんあるんですけれども、まあ、我々が採用しているのは、まあ、大量生産が可能だということで、電解メッキと呼ばれる方法です。で、電解メッキというのはですね、こういう電解液中にですね、電極を入れて、まあ、片側にですね、この熱伝膜をつけたい基板を入れといて、そこに電圧を加えるわけです。そうするとですね、プラスイオンは、
まあ、こちら側に移動して、陰極に移動してマイナスイオンは陽極に移動すると。で、陰極表面上では還元反応が来て物質が堆積するというわけです。で、この電解液をうまくですね、作ってあげることによって、いろんな材料が堆積できるわけです。で、我々ですね、ナノ微粒子をですね、この電解液に分散させることによって、この熱電材料中にナノ微粒子が分散させたような、そういう材料を形成することに成功しました。で、これはビスマステルルという熱伝材料中にですね、金属の微粒子を分散させた電子顕微鏡写真であります。微粒子がうまく分散しているということが分かると思います。で、実はその熱伝導率というのは、この結晶の格子がですね、振動してですね、その振動が伝わるということによって、主にですね、なされるわけですけれども、こういう微粒子を分散されますと、この振動の伝達が邪魔されてですね、それによって、熱の伝わり方が悪くなるわけです。で、我々が開発したこの手法を用いてですね、熱の伝わり方をですね、従来よりも3分の1、あるいは5分の1に低下することが可能になりました。まあ、これによってですね、熱伝、膜の性能を向上したというわけです。で、これはですね、このような手法をメッキを使ってですね、堆積した膜の、これは表面で、これは膜を割ってですね、断面を見たものです。2ミリぐらいの厚さのですね、非常に厚い膜が、このメッキによって堆積できていると。ということがあります。これをですね、分割して、で、N 型と P 型の材料をうまくこういうふうに組み立てて、上げることによって、こういう熱伝素子が形成できます。で、メッキというこの量産技術を使って、熱伝素子が高性能なものが得られたと。ということを我々はね、実証したわけです。で、これはですね、一括製造プロセスを用いて、それで一括にですね、こういうフレキシブルの熱伝素子を作った例でございます。これは柔らかいですね、ゴム類の素材の中に、こういう先ほどのメッキプロセスですね、熱伝素子を作り込んだ例です。で、これは少し、古いデバイスでして、材料自体の特性はそんなによくはないんですが、こういったフレキシブルな熱伝素子がちゃんとできるよということを実証した例です。で、これはですね、このフレキシブルの熱伝素子を、体に貼ってですね、どのぐらいこう発電できるかというものを実証したものでありまして、いくつかのタイプのものについて、接続したですね、抵抗をいろいろ変えてですね、実験したものです。で、大体4マイクロワットぐらいの発電がされているわけですけれども、実は、現在のですね、エレクトロニクスはですね、4マイクロあるとですね、センサーを動かしたり、あるいはその情報を無線で飛ばしたり、実はできるぐらい低消費電力をされていますので、これでいろんなことが実はできるというわけです。で、先ほども言いましたけれども、我々はですね、常にセンサーを動かす必要はないので、一遍ですね、キャパシタに蓄えておいて、それで時々、そのエネルギーを、電気エネルギーを取り出してセンサーを動かすということをやりたいわけです。それで、そのためのですね、スーパーキャパシタと呼ばれる、
まあ、蓄電装置ですね、の開発に取り組んでいます。で、これはですね、電気化学反応を利用してですね、こういう、まあ、還元酸化反応を利用して、この蓄電、まあ、電極にですね、エネルギーを蓄えたり、あるいはそこから取り出したりできるというわけです。で、まあ、非常に小型でありながら、まあ、大容量の蓄電ができるような、まあ、そういう技術が必要とされているわけです。で、我々が開発したデバイスはこういう形でありまして、シリコンのこういう、まあ、スパイラル構造を持った電極の表面にですね、まあ、カーボンのナノ構造を成長させまして、まあ、高密度にナノ構造を作ることで表面積を大きくして、で結果的にはその蓄電容量を大きくしようと、まあ、そういったデバイスの開発を行っています。でこれが実際に作ったデバイスでありまして、これはあのシリコン電極の、まあ、表面にはグラフェンの、まあ、ナノオールと呼ばれるそういうナノ構造を成長させて、その表面にですね、さらに、化学エネルギーを蓄える金属酸化物を堆積させて、スーパーキャパシタを、まあ、形成した例です。これはスーパーキャパシタの特性を示す、測定したものですけれども、まあ、この電流電圧特性を見ますと、まあ、非常に優れた特性が得られているということが分かりますし、あるいはこれは充電、まあ、ある、まあ、電流を一定にしてですね、充放電を行った時の、その時の電圧を示しています。まあ、これらの結果からですね、まあ、この薄膜の蓄電性能というのが推測できるわけですけれども、まあ、薄膜として、まあ、世界最高に近いレベルを達成しています。さらにちょっと先ほどの熱電にちょっと戻りますけれども、まあ、基本的には熱電、発電っていうのは温度差を与えると発電するものですが、我々はですね、温度差だけでなく温度変化を利用して発電するような、そういう、まあ、デバイスの開発にも取り組んでいます。そのメカニズムはどうなっているかといいますと、この熱電素子の片側に熱を蓄える材料を、まあ、熱的に接触させておいて、で片方はですね、放熱機構を作り込んでいきます。そうすると温度変化を与えますと、実はこの熱伝送子の両端に温度差が発生しまして、それでその温度差で、発電が行われるというわけです。これはですね、高温層に入れて、温度差を人工的に与えた時の、その時の発電量、この赤い線が実験値でありますが、まあ、実際に温度差をポンと与えたときに、まあ、発電が得られているということがこれでわかると思います。まあ、こういったですね、まあまあ、常温でも発電できるようなシステム、それから、まあ、熱電のシステム、それから先ほどご紹介したスーパーキャパシタのシステム、まあ、素子、まあ、そういうものをうまく組み合わせることによって、じゃあバッテリーがなくてもですね、センサーを動かして、そのセンサー信号を無線で、飛ばすことが可能になっています。でこれは実際に、試作したデバイスでございまして、この部分が蓄熱、それから熱電、それから放熱機構が入っているものです。でこの部分は、まあ、センサーとそれから CPU、それからワイヤレス、まあ、無線のユニットが入っています。でこれはあと発電の例でございますが、
まあ、環境の温度が1日でもですね、例えば夕方だと温度がこう下がってきますし、朝方は温度が上がってくるというわけです。その温度変化をうまく拾って、発電してですね、そのエネルギーを蓄えて、時々センサーを動かして、そのセンサーの信号を無線で飛ばすことが可能です。でこれは温度センサーをですね、まあ、組み込んで、まあ、環境の温度を、まあ、40日以上にわたってですね、ずっと測ったものでございますが、まあ、こういうふうに、まあ、バッテリーを使うことなく、長期間にわたって、まあ、センサーを動かせると、まあ、こういうシステムの、まあ、プロトタイプの作成に、成功しています。で他にもですね、まあ、新しい原理を使ったそういう熱電気、変換、素子、発電にですね取り組んでいます。で、これはですね、まあ、17メートルぐらいの非常に細いナノチャンネルの膜を作っておきまして、でこの膜のに、温度差を与えると実は膜の中にイオンの流れが生じまして、それによって、まあ、発電がされるという、まあ、ナノチャンネルを使った、まあ、新しい発電デバイスを試作した例です。で、まあ、この場合ですと KCL の電解液を両側に入れておいてですね、で温度差を加えますと実はまあ、熱キャピラリー効果とかですね、あるいはソレット効果と呼ばれる効果によって、カリウムのイオンだけが選択的にこのチャンネルの中を透過していくわけです。で、まあ、これが実際に、作ったこのナノチャンネルでございますね。まあ、こういったあの新しい素子で、実際にですね、温度差を加えたときにこれは与えた温度差に対してどういった出力が得られるかというのを測ったものでございますが、まああのまあ、こういう形でですね、温度差に、まあ、比例したような、まあ、そういう発電出力、電力密度が得られているということを我々あの、まあ、世界で初めてこれを実証しました。それから、話は変わりますが、これはあの、まあ、センサー、他のセンサーの例でございます。まあ、小さな世界で動く機構っていうのを組み込むことによって、まあ、新しいセンサーができますよということを示した例です。で、これはですね、非常に小型のですね、中石外の干渉系でございまして、で、このアームの先端にミラーのこれを組みたあの作り込んでありまして、それで入ってきた赤外光がこの2つのパスで干渉するようになっていて、それをですね検出して振り変換することによって、実はスペクトル、まあ要はまああの分子ですね、分子を認識することができると、そういうシステムです。でこれは大きさはだいたい8ミリ角ぐらいの中に、再電力で動くアクチュエーター、それからミラー、それからまあハーフミラーとかですね、まあ、そういうものが集積化されています。でこれは実際に、動いている状態をですね、こう示していますけれども、こう電圧を加えることによってですね、静電引力によってこういうふうにミラーをこう動かして、まああのまあ、光の干渉状態の違いから、こういったこれは大気中のですね、中石外でのまあ、スペクトルを得た例でございますが、まあ、こういうふうに CO2 だったり、こう水だったりですね、そういうものがちゃんとですね、
分解して見えているということがわかります。実はこのマイクロナノスケールではですね、アクチュエーターっていうのが非常に重要な要素の一つです。いろんなですね、実はこういったデバイスで、アクチュエーターっていうものが使われてるんですが、その性能っていうのはまだ限られておりまして、小さくても大きな変異、それから大きなパワーを出すような、そういうアクチュエーターっていうのが必要とされています。で、研究室はですね、先ほども紹介しましたメッキを使ってですね、地合薄膜を作るプロセス技術に取り組んでいます。地合っていうのはですね、磁場を加えることによって、伸び縮みする、そういう現象のことを指しまして、ある種のですね、こう磁性体は非常に強いこの地合特性を持っているということが知られています。で、我々ですね、世界で最も大きなこういう地合特性を持っているタフェノール D というこういう物質をですね、を薄膜化するプロセスを開発しました。で、実際に磁場を加えますと、こういうふうに膜が歪んでですね、でもこれ肩持ち針 の構造体が 何個か作り込んであるんですが、こういう大きく歪むというわけです。で、薄膜としてですね、最もですね、大きなエネルギー密度を実現しまして、これによってですね、小型でありながら大きな力を発生できるようになりました。で、これをですね、今度いろんなデバイス、エネルギーハーベストだったり、マイクロミラーだったり、そういったものにですね、応用していきたいというふうに考えています。以上ですね、少しこう雑多な話ではありましたが、以上話をまとめますが、高機能高感度なセンサーデバイスを実現するためのこのナノテクノロジーを我々は開発しています。で、これはですね、将来の情報通信社会で重要なデバイスになると我々は考えています。例えば、今日少し紹介したのは、高感度の磁気共鳴センサーであったり、熱量バイオセンサーだったり、あるいはセンサーに電気を供給するための熱電換電気変換技術であったり、あるいは蓄電素子であったり、あるいはアクチュエーターの技術であったりと、でこういった技術がより進展するとですね、また新しい世界が開けると我々考えています。例えば昆虫みたいなですね、超小型ロボットとかですね、そういうものを作るための基盤技術になると、そういうふうに考えています。本日の講義は、お話は以上でございます。どうもありがとうございました。